♯♯製のスマートフォンiida INFOBAR A01。INFOBAR A01 は AU の CDMA 1X WIN に仕向けて、♯が開発したストレート型スマートフォンである。製品記号は SHX11、メーカー記号は AS35 である。iidaブランド及びINFOBARシリーズで、初めての Android スマートフォンで、INFOBARシリーズの3代目にあたる。シリーズを手掛けた深澤直人がデザインして、グッドデザイン賞、インディアナポリス美術館、パーマネントコレクションに選定された。INFOBARにまで開発を担当した鳥取産業電機は携帯電話事業から撤退しており、本機種は♯が担当した。本機種は♯がiidaブランドで開発した初の機種である。同時期に発売された IS11SH、IS12SH と異なり、アクオスフォーンシリーズには含まない。カラーは黒、錦鯉、赤、チャーカミント、チャーコピンクの5種類がラインナップされ、錦鯉、チャーカミント、チャーコピンクは縁があるグロス仕上げ、他は艶消し仕上げである。画面下部のメニュー、ホーム、バック3キーがINFOBARの特徴的な配色である。お財布携帯、赤外線通信、ワンセグなどの日本国内向けサービスにも対応している。ワンセグは本体にアンテナが内蔵しておらず、付属の♯マイクロ USB-3.5 変換ケーブル01をマイクロ USB 端子に接続する。音声出力端子はなく、ヘッドホンは変換ケーブルでマイクロ USB 端子接続するか、Bluetooth レシーバーを用いる。ディスプレイは、同時期に発表された♯製スマートフォンと同じ 3.7 インチ QHD、相当540×960ピクセルの液晶を採用する。3D 表示機能、3D 撮影機能はない。通信機能は、WIN HIGH SPEED の下り最大 9.2Mbps、上り最大 5.5Mbps、Wi-Fi、グローバルパスポートの GSM、CDMA に対応するが、Android 2.2 以降の標準機能であるテザリングは対応しない。本機種の10キーボード付きバージョンにあたるINFOBAR C01 の C はクラシックをINFOBAR A01 の A はアドバンストをそれぞれ意味する。後発のINFOBAR C01 からiidaロゴが廃止され、iidaロゴが刻印される最後の機種となった。INFOBAR A01 の UI は AU 標準のオーシャンオブザベーションズ社ではなく、インターフェースデザイナー中村優吾が担当したiida UI である。iida UI は縦長インターフェースのiidaホームと通常の Android ホーム画面に近いウィジェットホームがある。iida UI は最大で240個のアプリやウィジェットを配置可能である。Google Play Store などでダウンロードしたウィジェットは後者のウィジェットホームへ配置する。iida UI は今後展開されるiidaスマートフォンに標準採用の予定で2012年3月現在で当機種とINFOBAR C01 が採用している。iida UI のテーマカラーは6種類がプリセットされる。iida.jp から4種類のオリジナルテーマ及びプリセットテーマがダウンロードできる。オリジナルテーマは Facebook のiidaページで行われた企画。Which Theme Do You Like? で、全16テーマからユーザー投票で選出された。テーマの自作は非公式ながら可能である。テーマ一覧、iidaブランドから数種類のINFOBAR A01 専用アクセサリーが発表、販売され、イタリアの文具メーカーNAVAとコラボレーションした製品の発売も発表されている。上記のうち、IRV01 は、ジェームズ・アービン、ITO02、ITO03 は、伊藤節、伊藤忍、RSD02、RSD03、RSD04 は、狩村シットによるデザインである。PC 向けウェブブラウザが標準装備される。携帯向けサイトは、他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。